お願い、文字間違えないで。幸福だー、幸福だー、あれだ、あれだ、やったー、幸福だー、幸福だった。11万負け、現在の時刻22時12分。すいません、もうさすがに打てないです。若ちゃんに戻れ。で、さすがに復活ですよね。これはさすがに復活するでしょ。 IOG 来たもんね。1、2、3、 OK。 よかった。おはようございます。スラバチステーションのジャンジャンです。今回の打つ騎士はガロー冴島大河でございます。そしてカメラマン、はい、ブッチです。今回は僕が指名させていただきました。数々の実力ガロー伝説を共に生み出してしまった2人でございます。因縁がありすぎるため、僕がどうせ出すんだったらブッチの前でやりたいなと思ったんで、何時までかかるか分かりませんがやらせていただきたいと思います。ということで一日よろしくお願いします。どうぞ、ありがとうございました。というわけで、まあ、1分でも早くね回したいんで、台は面白いですから、どんな結果になっても台は面白いんで、あの勘違いしないようにしてください。まあ何本いいか分かんないですけど、どんな結果になっても一発はどこでかましたいと思います。それでは行きましょう。本日お邪魔してますのは楽園立川店さんです。ありがとうございます。ではガロー冴島大河、今日こそは因縁を断ち切ります。カテブリー、カテブリー、無事にガロー取れました。さあ始めていきましょう。パーティーの時間です。よし、では今日僕とブッツと共闘でいきます。打つ前にまず筐体についてお話ししたいなと思うんですけども、ガロー剣、ザンマ剣が変化がなくなりまして元に戻りました。ガロー剣のみ、そして先バレがつきましたので、ここのランプ、そして何といってもこれ嬉しいと思います、スマートハンドルなので手首が疲れません。これすごく楽です。というように圧迫感がなくなって、ショガロとあとファイナルのあのコンロ筐体って言われてたあの筐体ぐらいになって、でそれに剣だけつきましたよみたいな、すごくスタイリッシュな形で出してくれてます。でね、今回のガロー今までで一番 SD 突入率高いんですよ。トータル 77% あります。まあ、振り分け説明していくと、319で当たります。振り分け上の突入率は 1% の10ラウンドスタート込みで 63% あります。そして SD の継続率トータル 81%。 じゃあなんで 77% 突入なのか、なんと通常時の時短が150回つきます。で、ここの150回の引き戻し率がなんと 38% もあるらしくて、そのため、結果合算すると 77% 突入率がより高くなったエヴァみたいな。いや、これはすごい台出てきたなというふうに思いました。今まで新第6でちょっとヤバめな展開だった台って通常取ったらもう時短なかったんですよ。今回のガロは時短がございますので、どんだけ新第6で振り分け負けたとしても150回あれば皆さんに ST をお届けできるんじゃないかと思います。で、演出構成もとってもシンプルで分かりやすいです。基本的にゲジレンなくて、ゲジレンっぽく見える先読みからスタートしたりとか、で保留も色保留変化が赤だけになりましたので、まあ、くるくる回ってる保留が、まあ、いわゆる点滅保留扱いで、そこから色変化だったらもう赤だけです。であとおなじみガロー剣、ザンマ剣、ガロー保留、そして特殊保留かな。で、マッチエースは変わらずに、フェイスオブガロー完成します。ガロー SP 行きます。で、赤タイトルだったり、まあ、チャンスアップ絡んで大当たりを目指すっていう流れは変わりません。で、今回前作のゴールデンパクトだったら衝撃ルートタッチしてすんごい音が鳴ってっていうルートがあったんですけど、今回はステージ、あの白虎とかと一緒に共闘してホラーを倒していくっていうルートがございまして、まあ、そのルートに行けるかどうかが鍵になっていきます。で、またね、今回行きだなと思ったのが、普通がっかりするルートの液晶変身フェイスオブガロが完成しないルート、基本的にがっかりルートなんですけど、ただそっちのルートで聖獣ルート行った場合はフェイスオブガロが完成していく聖獣ルートよりも熱くなってるんですよ。
なのでいつもなんか寒い目で見てた液晶変身がそこの分岐まではしっかり熱くなれるっていうところで演出バランス演出構成で配慮していただいたのかなと思いました。でここがどんなところに役立ってくるかっていうのが先バレの方なんですよね。そのゲーム性がまた先バレを面白くしてますので、まあ、それも後ほど入れるときに説明します。注目演出合わせていくと、激震予告、そしてレジェンド画廊予告、聖獣ルート、玄武 SP。 玄武も主聖獣じゃないのかなってちょっと疑問なんですけど、で玄武の SP はフェイスオブ画廊の変動開始にもバーンって完成して発展するルートでしか、玄武 SP は行きません。で今回リーチ区分が分かりやすすぎるんですよ。ガロ SP とあとその上位の、まあ、いわゆるアメミア SP の、まあ、玄武 SP、 これなんですよね。ロングリーチとか、まあ、いつもの 2D リーチの外れ後に、まあ、新滅の煽りが来て握りつぶして当たるっていうちょっと救済的な演出が追加されてる、まあ、大きく分けてこの3つで当たる形です。で運が良ければ 1% の全回転が見れるよという形なので、とりあえずガロ SP が大半進めるでしょうね。いやこのガロやばいどころか、僕は三世さんガロというコンテンツに対しての感謝表した台だと思うんですけどね。なんか これもそうなんだけど、確かこれあれなんですよ、金色か、金色のバーステージとほぼ一緒なはずなんですよね。過去作が随所に出てくる、ほらほら魔界ホワイトとかさこういうのが過去作に出てきた名前が残ってたりとか、過去作にもなんかあったねこんなステージみたいなのがいるんですよね。2枚目、怪しいね。まあ、とりあえず当ててしまえばラッシュ入るか150度時短だから、まだあの現金投資に戻るインターバルは長いから爆裂投資ってことないと思うんだけど、いや初手の初当たりからも SC 取って弾作って、あとはこういうところが面白いってことを説明していければ理想。お、起こそうよ。これ召喚できればいいんだよねこれ可愛いんだよねパンってなるやつで、さっき先読みインが入ってます。後期とかがいいな、これ。だ15ブロックパーあったはず。あ、赤だよこれ。赤でも召喚してないの。ホラーは赤なんですけど、行ってみよう。緑、赤キャラ、めちゃくちゃキャラいたよ。もうさあ赤シャン、お、白文字、魔獣、正気を魔獣からガロエスピーです。まあ、ガロエスピーももちろん大事なんですけど、そのロングリーチ外れからの、ね、救済ゲームを見てみたいですよね。お、痛い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 、ガロエスピー気を外す。こっから行くと見て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 でかくね、ちゃんとね、ストーリーになっててね、あの立体感まである。これは、シズラは下から2番目です。で、まずタイトル。タイトルは飾れ緑。で、チャンスアップ、シェイクビジョンあります。このガロ、タイトルもあります。これ、点を確認しました。で、途中のこの下がガシャガシャしだしたところからルート分岐です。で、ブラックアウトしたら、最強ルートですね。さあ、これが上がってきて、聖獣上がらないときつそう。でもガロまで来たね。漢字エイジ天運かな。で最後何もないボタン剣タッチがあるはず。あ、ボタンオンない。これでいったら面白いよ。どうなんだい増えちゃった。なんかこの負け方あれ思い出しますね。あの今回入ってないですけど、あの何全体ホラーを激化するようなのバザーイって負けるやつ、懐かしんでる場合じゃないんだよね。おー、いいね。おー、刺さるでしょ。刺さった刺さったよ。あー、かっこいい。おー、かった。ルートさえ強ければ OK。 ここ、魔天使欲しい。魔天使ない。あと、ボタン剣のルートもあります。 OK。 どれですか。これ、一番下手無駄なんだよな。可愛いんだけどね。赤タイトル、よし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 、赤タイトルは強い。
いや、いがろう、これ定員待ちです、ここは。で、見たいですよね、聖獣ルート。さあ、上がってくるんだ。京都市を聖獣カモン。いや、赤タイトルで押し切ってみよう。剣来い。ガロー剣おんないかな。いきまーす。やめてやめてよ。これさ、下から上からなんか来るんだよね。ここじゃないんだよね、復活。いやー、まあ、今日勝ちに来てんだってば。いつもの感じだわ、これでも目は覚めたけどね。これ長いな、確定したわ。つかないんだね。そこまで来ると辛いものがあるよ。強そうだし。いつもの流れや、3枚目。なんか適当に押し込んだらなんかシュイーンってなったんですけど、多分これ宿玉の名残かな。 レインボーだったらなんかラッシュ取ってるかもみたいな。残り3台当たってないの。当たってよ。おっ、ガロの爪来た。その保留変わってはくれないとか。インが、まあ、10% ぐらい。エイジガロ色は赤だ、いきます。あ、白だ、ガロ SP 白だけど。おっ、これ注目です。これ激進国ですね。これ注目ですね。1個来たかもー。これ魔天使がいてほしい。魔天使いる、一番強い。バイブってます。さあ、ダイラスタイトル。オッケーオッケーオッケー。聖獣ルート待ってるからね、この後よね。ただタイトルとか来てないんだよな、他のチャンスアップ。まあ、ここがあれば聖獣オッケー。やっこと強打します。いつもあそこ文字なかったですよね、死聖獣ってね。これもチャンスパターンなのな、煽りの。かっこいいんだよ、こっから。一応文句ないです、今のところ。赤タイトルだし。この音を聞いて負けたくないんだけど。約 80% 近く、 78% とかで。これで最後でボタンも出てくると思うんですよね。ガロー剣カットイン3段階。おお、ガロー剣いきます。バイブってます。424回で今のカンシャンシャンのパターンは多分いいパターンのガロー剣だと思う。いつもこうエフェクト出るだけだと思うんで。よし、でここで構えるのほぼない。ここの何かは 1% なんだよ。よし、で先にバトルをするんですけど、ボタン連打パターンと剣一撃があるんですけど、剣一撃の方が熱いですね。剣、剣で。よっしゃ、ガロー剣一撃、熱いパターンいきますよ。怖い、よいしょ、 ST です。あら、今日はいつもと違う、通常取らなかった。よかったです、注目エイスとしっかりと王道ルートを見せてきて。で、ST 前半パートはあの即当たりゾーンみたいな形です。で、ノーマルシンプル一発告知と、この先読み系と告知系頻度選べるんですけど、最初はスタンダードでいきます。クラシックがいつもの前半ガロー剣差し込むかどうかで、モダンモードがガローっていう文字を完成させれれば演出発展するよっていうモードになってます。このガローが完成すれば OK ね。はい、では、ここから ST 入るんですけども、先に大枠説明しちゃいます。 ST 回数150回転で98分の1を引ければ OK です。オール1500発で、前半の50回転が、2位で選べる、まあ、いわゆる、まあ、即当たりゾーン、まあ、演出がシンプルな早く決着がつくゾーンでございます。で、今選んでるのがモダンモード GARO ガローが完成するとジャッジ演出で、もう一つ文字が書いてないブランク図柄が4つ止まったら黄金の風という
新演出でカウントダウンのうちにハンドルの横から風が出てくればあたりです。そう、風が出てくるんですよこの台。ついにガロからも風が吹いてきます。はい、そしてクラシックモードを選択した場合はいつものエンブレムに剣が刺さってガロー剣押し込んで当たるかどうかの演出になります。ここ好きに選べます。で、こっち新演出なのでこっちから行こうと思います。この50回転が終わったら、メインのところに行くんで、その時にまた、1回止めて説明したいと思います。ここでまず投資分まくりたいね。保留変化はガロホリオが出てきてくれたら大当たり濃厚。この4つの文字 GARO が揃ったら大チャンス 40% あります。で、まずはこの文字を揃えていく形です。で、GARO 揃ったらカットインが出てくるんですけど、そこで青、緑、赤と上がっていきます。 20% どうだ。で、これで王が揃えばジャッジ演出に飛べると。完成でいけます。で、ダメでもこの逆に GAR がブランクとかに変化して黄金の風ルートに行くこともあります。で、これがメインパートです。聖獣ゾーン残り100から残り10まで約90回転は、このメインパート聖獣モードになるんですけども、まあ、いつものガロです。テンパイしてリーチ発展して、で、メインリーチはホラーバトルで、そのホラーバトルの上に聖獣が活躍する聖獣ルートがあります。で、生き方なんですけど、図柄煽りから発生してテンパってくれたら、ホラーが出てきてどの死聖獣と戦いますかっていういつものホラーバトルの演出。そして上下左右から聖獣が煽ってくれて出てきて図柄煽りで行った場合はテンパイしたら強いパターンのリーチに行きます。マントから来る図柄煽りの場合は画廊剣、剣は拳なんですけど、ボタン連打で当たりを狙うリーチ、これ 30% ぐらいです。で、もう一つ突然来る海岸チャレンジ、タイガが海岸すれば当たりっていう、まあ、この大きく分けて4種類あります。あと、たまに全回転いきます。で、マッチ演出は、まあ、保留の緑以上ですね。各演出に大体赤のチャンスアップがある形で、全然緑保留でも 50% ありますんで色つけば OK。 さあ、ガロ頼むよ。おー、レインボー。これ、あの、サプライズ告知って言っていきなり、あ、これ全回転見れんじゃね、もしかして。見れないから、これで当たるか。7点した時って割りかしで全回転来たりするんですよ。 OKOKOK、 今の結構イレギュラーで、今のが好きな方はこれ告知方法をいろいろ選べてカスタムできて、一発告知っていうのを選ぶと今みたいなのが出やすくなります。で、これボタンプッシュを押したら選べるんですよ、どうしますかってやつ。そのオリジナルカスタムを選んでいただいて、サプライズってやつの1000ユニットを選べるんですよね。今のが好きな方はサプライズ90とかにすると、あのレインボーのガルホルが来たりとか、今の急に上からレインボーのエンブレム飛んできたらっていうことが、あの、よく見えやすくなります。まあ、僕はスタンダードが好きなんで変えませんが、で、ちょっとモダンモード、煽りまで行けるまではとりあえずモダンモードで行こうかな。ここね、結構楽しいんですよね。 ST 全部これだったら違うだと思うんですけど、前半50回転でこれ面白い。なんもなかったですねお、いいねいいね。先読みとセット保留変わってほしいな。先輩 OK、 これでホラーバトルです。さあ、こっから大事なところですね。まず死聖獣を選びます。下のキリンだったらもう大当たり濃厚になります。選んだ後ガロとのツーショットだった場合は激アツ。ここにガロがいい。ガロとのツーショットだったら強ルートです。で、単体でいったらちょっと弱いですね。単体はスザクがギリかなって感じです。 25% ぐらいです。で、この紫のね、保留変わるかな、保留が変わないでいったとしても外れるんですよ、残念。まあ、今のがメインリーチです。でもこのガロはね、突然ね、黒緑に変わったりするんですよ。これこそ 50% 頼む。敵はどうでもいいの、こっちだから大事なの。ガロ来い、ガロ、キリンかガロ、いきます。セットで、なんでガロがいないかな、たまには。いや、ほんとね、単体のね、スザクイが弱いんだよね。あー、で、この後残り10になったらまたモード変わるんですけど、そこで決め切ってもいいし、大当たりの 10% でロング時短がつくんですよ。そのジャッジを最終回転にします。
で、ここは毎回転姿勢中来るか煽ります。これ閉まってくれたらとりあえずリーチかかってます。で、一斉に来るんじゃなくて左からパン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 って来るパターンがチャンスのパターンです。で、これ閉まったら青龍、白鵬、スザク、キリンの順に厚くて、キリンだったら渡りの方です。スザクで 40% ぐらい閉まって、とりあえず1お願いしますよ。ラスト絶対煽りはいけます。リーチまでいけるんで閉まります。キリンかスザク、あ、まあ、下から2番目、これで決まれば 10% か当たってる。あーダメか、 10% 取ってないっすね。となるとザンホリュー4、これ319の抽選ですけど、そこで受かってればズガラが飛んでくると。 ST の絵と流れはお見せできたので、まあよしとしよう。で、ここでカスタム入れようかなと思います。どんな感じかなって皆さんも気になると思いますので、フォグバレ設定オン、これで、先バレになります。ここのボタン下のパネルが赤く光ったら当該変動でフェイスガロが完成しますよという告知になります。じゃあここ赤く光らなかったら当たんないじゃんではなくて、液晶変身の場合はこれ告知されないんですよ。じゃあ何を願えばいいかというと、サンセさんの粋な計らいですね。液晶変身の時の成獣ルートはフェイスオブガロが完成した時の成獣ルートよりも熱くなるんですよ。なのでならなくていった場合は全力で上がってくることを祈るに限ります。そこがダメだったら本当に残念があってください。そこまでは勝負できます。お、入った、これです。はい、おばろの音です。これでフェイスオブガロは来ますよと。いい音だよね。シャキン、シロ、エイジガロ、あ、VFX いくんだ。さあ、どこまでいけるかですね。いきます。越えて越えて、ここ越えて、よほほほほ、シスラタイトルだな。あとチャンスアップですよね。天運とか出ればいいと思うんですけど、まずここですね。見通り、さあガロ、いや天運見たいよ、天運。あとシェイクビジョンもありました。姿勢中出せばいいんだよ。漢字4文字姿勢中出ない、上がってこい。自己紹介入りました。ガロ入ったのはガロ2回だけ。なんかね、ガロで4枚目はまだ慣れっこなんだ。4枚目、おい、ホラー保留、新しい液晶入れるとこうなるんですね。そりゃそうよね。おっと、っとなりました。よし、赤、白い、あ、緑フラッシュ、激アツ、ザ、マジ、あの言葉に嘘はないと信じたいんだけど。はい、じゃあガロー剣いきます。あの言葉に嘘はないよな。どれ行くんだ、できればグライケンで。グライケンじゃない、あ、グライケンだよね、これ一番いいやつ。玄武がまた別枠なんですけど、ガロ SP の雨宮 SP 以外では一番上です。赤タイトル OK。 これは成獣ルート行かなくても4割超えてくれてるはずです。チャンスアップ、これさすがに当たると思います。上がってくれ、オードルートで召喚なくてもこれは期待していいと思う。こんだけのアントラが起こるでしょ。ノーチャンスアップだけど、赤、あ、タッチは当たりでしょう、スチョーン。でもね、タッチは当たりでいいと思う。よかった、手のひらの形煽りまですごく不安だったらしい。411回転で、佐藤氏が4、3万7000で、さっきと同じく剣のルートがいいです。
まあ 62% でラッシュに入るんで、どっちかな。剣連打パターンか。先に噛みついてくれたら剣なんだ。なるほど、行きましょう。ボタンでも行くよガロちゃんよ。あーあーじゃないんだよ。これ V 見ない方が面白いかもしれないな。これ2ラウンド目で復活とかあるんだったらこれ V 見ない方が面白いと思うんで、一応確認しておきます。なかったっすまあノーマルで時短なんですけども、150もらえて引き戻し率は 38% ございます。でここの演出は ST の中盤の姿勢中ゾーンのところの演出が出てきます。よし戻します。3頼むってリッチ。じゃあテンパネよ、残り2で煽るならさ。ラスト、そこの4回転で引っ張っててすごく動画的に盛り上がる展開にはなってないのか。引っ張って長い長かったもん。しゃー満点でー盛り上がる展開きたやっぱ150違うね。始めましょうか。今日はいつものガロじゃないよ。ジャンジャンが新第6でガロ2連続ラストでますよ。盛り上がってきた。発展目指きたよ。王が止まればチャンス。これブランク。あ、おっしゃ、これ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 。風が来ればボーナス 70% あります。風来たー。これなんですよね。ここでいつものジャンジャンはスルーしてました。今日は違います。今回ねガロの ST 文句なしで僕は面白いと思ってます。懐かしさっていうものが第一に来るかなって初打ちの時思ってて、なんか金色チックなとことなんかシンガロ2混ぜた感じかな。なんか王道もちゃんとあるんですけど、イレギュラーあたりがポンポン来るっていうのはなんかシンガロ2っぽい感じ。あ、黄金の風って言いました。あ、すいません、金色の風です、ごめんなさい、言い間違えました。行きましょう。なかなか行かなかったあ、保留変化頼むよ。さっき読みと絡んでればいいんだけどな。他のガロ剣 30% トータルでいきます。意外と当たるリーチです。ドゥン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 、そろそろいい音、そろそろいい音。あー惜しい。まあマントの煽りからしか今のリーチがないんですけど、強パターンのマントからのやつ込みで 31% だから、まあ弱から言ったら 20% ぐらいなのかな。残り10かよ。いやまあ 10% 引いてる可能性もあるし。いや頼む、 10% 取ってて、または当たってて。あ、これチャンスアップ。取ってたりしない。キリン取れ、キリンかスナック、ビャッコ、これでぶっ倒せば。うわー取ってない。あーせっかく戻したのにな。いや今日風向きはこっちに来てるよ、ね、いい波来てると思うんだよな。あと一発ラッシュで伸ばすだけだよ。ただちゃんとまくり切っていい結果で終われそう、ね、マジならないんだけど。ここはすんなり当たるんじゃないの。それともやっぱ今日は全部400台で当たるの。持ち玉とパッキンそこに3000使って1回もなってないんですよね、フォグバレ。ってことは1回立て直すべきか。そうだな、そうしよう。ガゼブリン、さあ焼肉の力よ。5枚目大丈夫。今日は違う。ラッシュ取れてるプラス肉食べたら俺はもうすぐ当たるよ。パオー、どれか入れよ。3ついったらどれかだろうよ。いや次多分ね、なったら玄武だね。これは最強リーチの予兆だよ。おい玄武、はいもう玄武、さすがに玄武なったんだよね。待ってこれか。せっかく待ったのにこれですか。あらー、お詫び
畳みかけてくるじゃん。激アツ来い、ガルスピ白フラか剣士郎。奇数の方が良さそうですよね。でもさあ白背景からの魔獣天運なかなか出ないですね。あ、いい、魔天使、あ、魔天使みたいボタルとか魔天使出たら7割で熱いんですよね、今回ね。いつもよりも魔天使熱くなってます。ちょっとリーチが上がってシスラーまず安心ね。よしよしよし、まず土俵に立ってからよ。マカタイトルで土俵押すからね、ガロは。で、煽り前に一発チャンスアップ、タイトルでもシェイクでも欲しかったんですけど、なく。セージルと一回ぐらい素直にいって、上がれ上がれ上がれ、決めていこう。うわ、でしかもタイトルなかった。あ、でもシェイク一回、シェイクがなかなか入ってこないから、シェイク一発、まあまあチャンスアップな気もしてます。 OK、 ボタン割る、いい気は。しょ、バイブってる、やっと高須から、あのラッシュ濃厚じゃないですけど、確実に偶数よりいいんじゃないですか。で、剣一発ルートいけるかどうかですね。タイトル出た後に先に姿勢中移るかどうかです。この後ガラ落ちたらまずい。あー、ガラ落ちちゃった。いけー、周りの人はボタン連打でも入っている、一途からだよ。よっしゃー、おろしー、やっぱ今日なんか違うぞ。総投資42,500円、余裕でまくれる、クラシックで。ではここのモードなんですけども、エンブレムがでかく出てきて、ガロー剣かザンマ剣が刺されば発展です。で、ザンマ剣刺さっても大当たり濃厚ではないです。で、ここの保留変化は保留のエンブレムがでかければ刺さる煽りまではいってくれます。で、こっちが金色の風の香りにいつものガロのドッグエースが入ってますね。これこれでかいやつ2個入ってるよ。どっちかな、刺さるの。草ガロー剣刺されば大体30倍ぐらい、刺さらないからのも1本っていうパターンもあります。あ、いい、あ、2個、めっちゃ回るじゃん。ああ、欲しい、まだある、まだいる、剣を握らせてくれ。よし、いきます、いきます、よっしゃー。おー、やっぱクラシックってこんな感じだよな、まあ、ガロって感じです。で、ここで2ラウンド目に V 入れた時にチャリメロになったら保留連です。ここ、これでホルトです。まあ、雰囲気は今クラシックモード分かったと思うので戻します。モダンモード、せっかくね新しいモード入ったので、ガロズ柄を揃えて大当たりゲットしましょう。いいね、赤くなれ、3回だけど青、盛り上がっても来たんだけどな。起きた、これ52パーあります。でエフェクトくるんですけど、その中に魔天使が混ざっていればチャンスアップ。ここ魔天使ないけど一応52パーある。アタッカー開けば当たり、アタッカー開いたらあのすんごい音聞けます。伸びねー、てか何も獲得してねいやでもね、次炎の石にするわ。流れ変わった、流れ良くなった。これでろかな、これと炎の石をメドレーで組むか。これ5曲まであのメドレー自分で組めるんですよ、好きな曲。そうしよう、楽曲選択メドレーで流れる曲を5曲選択できます。そうが最後あたりでクロスファイトとすると、楽曲選択のところを選ぶとメドレーがあるはずなんですよね。そしたら先ほど自分で作ったメドレーを流すことができます。炎の石、炎の石、そうがそうがクロスファイト、この順で曲が巡っていきます。じゃあしばらくこれだね、しばらく炎の石ってことでしょ。6分ぐらい炎の石、6分ぐらい。そうだよね、おう、
赤鬼を直で湧いた70パーあります。炎の石強くね。いきます。白だった。なんか弱い天狗かい。赤鬼だぞ。天狗が来た。で魔天使、あ魔天使じゃないけど、まあ、ボタンかな。リ横クワオケですね。あとリーチぐらい剣だったらもうほぼもらったレベル。テムダーン。いやまあタイトルでまず赤いただければ。あ微妙。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。これ外しちゃいけないからな。ちょっと弱い時の声優だからね。低運出てきたからね。あの低運一番強いから上がってこいよ。見せ場、最低の見せ場。声優。でここで天文来た。いやこれなら戦えるっしょ。で最後剣煽ってくれればいい。なんならタッチがいい。ボタンですね。あ剣だ。いきます。よいしょ。早いメリアークの回転で、ここは当たり前に上がってほしいです。持つ玉です。残り875玉です。姿勢中移れよ。ベンダがスイッチオンはデフォルト。いきます。あ遅くない。みんな力をありがとう。姿勢中ありがとう。今僕らにはメドレーついてますから、あんたはもうこれまくり切りましょう。やっと来ましたね、早い初当たり。あれせっかく作ったメドレーここで使えない。まさか何。あそっか、ラッシュ中はあれ獲得しなきゃ使えないのか。でも大丈夫、安心してください。炎の石あるんで入ってます。デフォルトです。こんな追加が行きましょう。たくさん画廊剣を押し込ませてください。間違えてこのまま初当たり早くなってすぐラッシュ入りますように。あと1000円で僕の財布の中の雪地は全部消えます。めっちゃいい。収録終わったらすぐ返すからさ、できればこの1000円でなんとか返します。1枚で財布にあの5枚までは広げましてるよ。そんなに入れたら俺が死んでしまう。ブッチーの行き地行きますわ。6枚目おーいいじゃん。ビクトリーの V って言ってるよ。友情の Y までついてる。そして仲良しの N だよ。絶対勝てるよこれ。行きます。あーマジかー、ゴールなわけね。あ本日最高あまり超えてしまうな。とりあえず500までにあってあと40回転のうちにどうにかします、下ろしてきました。あゆうちありがとう。さっき物理もお返ししまして自分で下ろしてきました。7枚目です。ほらまた7枚目だよ。もう毎度毎度おなじみ。もうね時間も7時40分なんすよ。朝から打っとるんすよ。いや今日ねラッシュには入ってるんですけど伸ばせてないし、散々やられてきたことを思い返すとやっぱ一瞬報いたいんで、今日だけじゃなくね今までのこのガロの身体力を通してやられてきてるんで、今日こそは最後一瞬報いてやろうと思います。まあ17,500発今入れたやつを使ったらいくっちゃうんですけど、まあ、周りを見てる限りそれ以上に一撃出してる方が割といるので、いいじゃんたまには死んでなくプラスで渡ってよガロっていう意気込みで。いや終わりたいよ。なんかガロに申し訳ないし、なんだかんだガロって楽しいじゃないですか。なんだかんだ演出変わってなくてこんだけいるとかって海ぐらいじゃない、海と多分ガロぐらいなんですよ。こんだけ演出変わらないでずっといるの、なんかね帰ってきたくなる台なんですよね。なんかそういう台は長くいてほしいし、まあ、その長く居座るのに僕の力が少しでもねいい動画で足しになるなら僕はもうちょっと頑張ってみようかなと思いますよ。だからガロは僕のお財布のために人が脱いでいただきたい。キャラ術は今度ガロ打つ時はジャンチーム全員召喚しようかな。ちょうどうちスタッフ4人だから姿勢中だと思って、5人がかりで打ったら、いや1人で頑張るわ。いやいやみんな呼んでくれやみんなで行こうか。これが最後よ。はい、いいよ白で全然いい、むしろ白で当たってるから。あいいじゃんダイラス、久しぶりに会った。
レインボーおいで、レインボー。あー微妙いや、いい、いいよ、いいよ、もういい、当たればいい、なんでもいい。ラッシュ入ってレンジャーってくれたらなんでもいい。もうシェイクとかさ、いっぱいあんじゃん、チャンスアップよ。じっくり姿勢獣呼んでくれたらいい。姿勢獣ルート、ここぞでしょ。もう8枚入ってんの。よし、お世話になります。白子 78%、 もう答えてくれたっしょ。これはやっと出ましたね。強そう伝説のポケモン並みに強そう正解ありました。これで外れたらもう何で当たんのっつって。嘘だろお前、ドゥーっつって。やっぱりみんなの力貸してほしい俺いやこれどうする俺これ外れてさ、これ打つ気力ないんだけど。じゃ横行ってみようか。でもね、横の台ねめっちゃ来てたんですよね、フォグバレ。だからフォグバレは入れよう。8時半ね、今日の最高記録、この台一撃7270%らしい。俺3000発。俺も最後自分で何とかなると信じてるのよ。おい、これ当たってくんないと困るんですけど。てかこれ入賞時赤だよね、エンブレム。散々外したガロケンなんじゃね。はい、頼んだよ。大移動大成功と言わせてくれ。しろ、はいはいはい。ここの文字魔獣、ラストチャンスかもしれんな。待って、いっちゃ熱いじゃん。頼りにしてるよ。あかっやめてよね。でもチャンスアップで聖獣ルート覗いたら多分ね、シェイク出た時ってほぼデバイスルート行ってるんですよね、今のところ。シェイク待ち、行っちゃほしいのこれね、聖獣。青タイトルでも上がってくれば。お、上がってきた。スザク降臨。これ2連続外したら立ち折れだよもうねえ、これレバーだから、あの剣だからブッチ一緒に押そう。俺一人じゃこれ怖くてさせない8枚目入ってんだもん。いけるよな、本日で強いやつよ、聖獣の中でも。じゃあ行くよ、頼む。せーの、よいしょー、よいしょー、大成功。これはブッチーともぎ取ったわ。ワクワクしてきた。8万入ってますけどさあさあ入れてもらおうじゃないの。もう指針出てきてガローケンな。よっ、ああ入れんだね。入る入る入る、大丈夫大丈夫、今の俺は大丈夫、さすが大丈夫。上がってこい、ラストチャンス、危機回避。うちなんか昨日と流れ違う、なんか昨日と流れ違う、なんか昨日と流れ違うぞ。最後引き戻せってか、自分でいいよ、ノーマルで行こうか、行きましょう1回転目からいい、調子いい調子いい、下がりました。おい、ガロー先読んでる。お、これボタン押したらガチ信頼度99で、おお泣き離した99.9。マジかよ
ショット、あ、トントイブッチ始まるわやったったよこれ。こっからが本編だわ。お待たせしました、あざーす、復活見れるんだ。え、外れないよね。あ、風来た、あ、こういう復活なんだ。これ決まって先に風来るんだ。昔だったらこれ99秒待たされてましたねよっしゃー20時52分なんでいつもこうなんだろうね。毎度毎度こうだよ。多分ここからすみません、あの僕途中で多分何て言ってるか分からなくなると思いますので、字幕を頼りにお願いします。でリスニングテストをしたい方は字幕オフでお願いします。ゆきち8人いってるからね、正気で入れるわけないじゃん。7万6000円ですね。2万発出せば完全勝利。まあ負けるのは最優先ですけど、まあ楽しむこと忘れずにいきたいと思います。まあ当たり方は何でもいい、金色の風来てもいいし、ゴロの文字揃って当たってくれてもいい。もう時間的にもこのラッシュが最後なので今日一出します。おうだよ、おうおうおう、からのブラックズから惜しい。さあ後半は炎の石でいこうかな。まだ70回残ってるうちに色どっちか、あ、つかない、あ、持ってくれ、天敗の煽りまでは行ってくれ。ただもう40回切ってますけど時短で戻してるからワンチャン 10% を引いてなくもない。なんで319引けてここ引けないんだ俺。絶対殴る、 10% 引いてない。よし誰来る、あー、白馬12%ぐらい、ボタンか、ボタンか、お願い、ガロ剣もあります。ボタン、ガロ剣、でかいガロ剣の順でチャンスアップ。もう一丁、何回でも行こう。 10% 取ってて、マジで 10% 取ってて、お願いだから 10% 取ってて、キリガロケンがいい、ボタンお願い。ねえ俺さ今日さ3連しかしてないじゃん。あの 99.9 の盛り上がり返してよ。引いてない？帰ります。次回のガロでお会いしましょう。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。実戦終了でございます。投手が、19000発軽傷なんじゃない。ガロにしてはメンタルは重傷だよ。 99.9 秒の喜びを返してほしかったもん。途中編集のにっちゃんまで来てくれて3人がかりでガロ立ち向かったんですけど結果ダメでしたが、まあラッシュを取れるようになったとこは、成長したんじゃないでしょうかね。そして僕の特性的に身体力でズタボロにされた後の弾気力で打った場合は勝てるんですぐ打ちます。通常時の演出玄武 SP 以外はほぼ出たので、まあ、そういうところは演出面に関しては、信頼力の仕事できたかなと思うんですけど、ただ右打ちのことは全く参考にならないと思います。すいません、あのこうだったらいいんですっていうこうだったらのたらればしか並べてなかったと思うので、皆さんは自分の目で、あ、こうやって連チャンしていくんだな、あ、じゃんじゃんよほど下手だったんだなっていうことを分かっていただければと思います。はい、21時40分です。まあここから一勝負いってから帰りたいと思います。というわけで次回のガロは、レンちゃんに期待していただければと思います。それでは皆さんは勝ってください。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。カタエブリー。